厳しいプレッシャーです。残留にはシーズン最後の試合に勝利しなければなりません。前半のキックオフです。中には入りません。クロスをブロック、テベス、中に人は、ヤン、オノ、シュートはしっかり詰めている。コーナーキックで続きます。笛が鳴ってファール。カードは出ますかね。通った、いい形になる。キーパー反応した。ボールを弾く。なんとか一息つきました。スローインです。ヤン、パスをつないできましたが、ここで奪われました。ボールをダッシュ、寄せが早い。テベス、このパスはいきません。タッチラインを割ります。テベス、アルシャビン、これは残念。ボールを手放してしまいました。ここで大きく前に出します。岡崎慎司、ミッドフィールドでボールを取りました。ボールを取りました。さてどうする。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。さあスローインでの再開です。岡崎慎司、ボールを取りに来ました。よく見えています。いいパスだ。どうだ、このボールキャッチします。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。このアルシャビン、これは来た。このシュートはちょっと強引すぎたか。本田圭佑、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。フィンク、ここはうまく取りました。よく見えてましたね。本田、わずかに上。岡崎慎司、この位置からのスローイン。苦しい状況が続きます。もったいない形でボールを渡してしまいました。小野、ヤング、クロスバーに当たった。相手に渡ります。
テベス。チャンスは続きます。スローインです。スローインもう一回です。キーパーにバックパスです。笛が鳴ってこれはファール。カードが出ます。イエローカードです。落ち着かないといけませんね。ヤング、いい形でゴール前まで持ってきました。岡崎慎司、これはもったいない。ボールを失いました。ヘッドでつなぎます。ヤング、つまらないミスでボールを失いました。決定的な場面も作ろうとしましたが、ここは通しません。ここで打つ。ディフェンダーが間に入った。ボールがこぼれました。合わせてくるか。ボールを大きく押し出します。アルシャビン、危険な位置です。緊張感が増してきます。おのー、シュートには選手が詰めています。ラインを割ってコーナーです。気は抜けない展開です。アルシャビン、あと前半終了です。後半のキックオフです。サイドを変えました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。なんとか一息つきました。スローインです。小野、アルシャビン、うまく、これはチャンス。このボールキャッチします。アルシャビン、ボールをダッシュ、寄せが早い。このボールはスローイン。頭でつなぎます。さあ、スローインでの再開です。フィンク、ボールをキープできるか。ここは簡単にボールを渡してしまった。
ヤング。ボールを運びゴールに襲いかかります。前に出しましたが気を抜けません。このボールはタッチを割ります。スローインです。テベス、ディフェンスの前に出た。本田圭佑、テベス、本田、振り抜いた。笛が鳴ってこれはファール。ポケットからイエローカードを提示します。いい形でゴール前まで持ってきました。クロスが上がった。キーパーの手の中へ。テベス、もったいない形でボールを渡してしまいました。アルシャビン、やっと コーナーキック。中はどうだ。やはりそう簡単にはいきません。ボールは大きくクリアされます。さあどうだ。クロスが上がりましたが結局相手のボールになりました。危険な位置です。緊張感が増してきます。打った、入った。今や自信にあふれています。膠着状態を破り今日の試合で降格を逃れる勝ち点3に近づきました。予想に反してリードを奪いました。これしかないという一撃でした。ここで試合に動きが出てまいりました。ものすごい声援です。ファンは盛り上がっていますね。ここがポイントだと分かっています。ええ、ここでゴールを奪えれば本当に大きいですからね。シュート、このシュートを弾いた。さあ練習した形がここで出せるでしょうか。ボールを大きく押し出します。アルシャビン、見事なタックルです。味方はいるか。このままゴールを許さなければ
なんとか降格を逃れられます。1点のリードを守りきれるでしょうか。体を当てて取る、奪った。1対0で試合が終了いたしました。これは大きな勝利です。次のシーズン、このディビジョンへの残留が決まりました。降格の恐れもありましたが、彼らはどうにか跳ねのけています。まずはほっと一息でしょうか。